煮込みの楽屋走れ美女ゲジャンクション、はい、はい、ありがとうございます。はい、そんなわけで今日も始まりました煮込みの楽屋走れ美女ゲジャンクション。今日は豪華でございます。なんと5名の方にですねゲストのね来ていただきます。はい、はい、この番組はですねニコニコミュージカルのこれまでの作品から最新作まで煮込みに出演した方する予定の方をゲストにお迎えしていろいろとお話をお伺いしつつ、煮込みの魅力をがっちりお伝えしていく番組なんですが、はい、今夜はですね4月に上演される舞台新選組イモンピースメーカーからとニコニコミュージカルカンタレラ2012裏切りの毒薬からゲストをお迎えして、前半はピースメーカーの皆さん、後半はカンタレラの皆さんでいつも以上に賑やかにお送りしていこうと思っております。はい、MC は僕決めると大谷咲子でお送りします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、カネちゃんが先は邪魔ですけどもそれではですね早速ゲストの方をご紹介したいと思います。はい、舞台新選組イモンピースメーカーから市村哲之助役のせいやさんです。よろしくお願いします。いや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 せいや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 もうりゅうちゃんがうるさいですけど、はい、はい、そして沖田総司役の浜尾京介さんです。はい、お願いします。はい、真央ちゃん、真央ちゃん、はい、そして土方歳三役の金崎健太郎さんです。どうも金崎健太郎です。よろしくお願いします。声ちっちゃい、声ちっちゃいよ。はい、というわけですね、今日は金ね、あの、はいはい、3名の方に来ていただきましたけども、はいはいはい、まあ金ちゃんはですね、はいはい、来すぎていて毎週来てるんですよ。あ、そうなんですね。毎週来ていただいてるんで、もう前回は恋愛の話もしていただき、はい、もう聞くことがないので、興味ないですもんね。そうそう、まあ興味もないんですけど、はい、番組でも興味もないっていうし、終わった後の楽屋でも興味ない。本当にガチで興味ないんでしょうね。いやいや、まあ今日は本当に聞くことがないから、今日は MC 側に回ってもらおうかなと。ね、ちょっとね、はい。いらっしゃいませ、はい、いらっしゃいませ。ね、今日はがっつり、はい、ね、せいや君と。はい、浜尾くんにですね、いろいろ質問をね、かねちゃんを通して、俺を通す、僕じゃないですよ、僕じゃないです、かねちゃんを通していろいろ深く聞いていきたいな、なんで俺通すの。はい、思います。よろしくお願いします。直接言えばいいでしょう。はい、CM の後に、はい、伺っていきたいと思います。はいはいはい、では一旦 CM でーす。え、もういきなり CM、 はい、ね、はい、かね、はい、ちゃんからですねお二人にいろいろ質問してもらいたいんですけども、俺からお二人に、はい、いきなり駆け橋を、もう何でもいいですけど、うん、そうですね、はい、もういきなり質問していきますよ。今日何、二人は初対面、初対面ですね。初対面なの？初対面です。あ、そうなんだ。さっき楽屋で 初めて会いましたね。へー、だってでも、ね、でも手に見つながりではあるんだよね。そうそうそう、あ、そうですね。そのあれ、もうでもあのセカンドとファーストではあるけど、セカンド、そうなの、はい、戦国やってんの。へえ、あ、俺見ました、俺。あ、見てる。見てました。一方的に。いや、戦国の、うん、あの回見てました、俺。山吹戦を。山吹戦を。へー、生で。あのピョンピョン飛んでた人。え、アクロバットすごい。そう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 。はい、うん、なんか体操やってるらしいよ。でもなんか我流でやってるんで。そう、我流だって言ってたんだよ、前回ね。自分のあの動画見てやってるんですよ、なんか。すごくない？独学でアクロバット。しかもアクロバット友達がいるんだよね、いっぱいね。あ、そうですね、いっぱいですね。そういうの前回知ったことだよね。はい、はい、ね、まあ、浜尾くんはね、4代目菊丸になるのかな。そうです、4代目です、ね、うん、はい、それこそ大ちゃんとかと一緒、大ちゃんと一緒ですね、渡辺の大ちゃんとかと、はい、先週来たよ、大ちゃん。あ、そうなんですね、そうそう、先週大ちゃんもね、地祭りにあげてね、大ちゃん、まあどっちかっていうと僕が犠牲になったね。そうだね、谷ちゃんの恋バナで終わっちゃったけどね。ギーギー、大子さんにね、そうそう、大子さん、そうね、そう、まあリアルエチュードをね、そうですね、大子さんとね、その回は 何したんですか。え、前回はあのかねちゃんの、昔の恋バナでその告白する、あの、破れた昔告白した、俺が告白したシーンを大ちゃんを相手に再現したんだけど、そう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 、大ちゃんだから大子っていう名前つけた、架空のね名前を入れてね。そう、アマさんだったよね。なぜか、大ちゃんはね、アマさんになるっていう。告白とかしたことないの？あ、いいね、ちょっと、カネちゃん、いい音した。いい音した。この番組はそういう番組いや、あります、あります。ある。え、ちょっと。じゃあ、それは僕の初めての恋なんですけど。おぉ、何歳小学校1年生です。あ、いいじゃん、いいじゃん。随分若いな。で、その、
僕が恋をしたのが、うん、もう誰もがその憧れるマドンナ的存在の女の子で、僕の他に好きな男の子が10人以上いたんですよ、すごい、どういうこと、モテてる、だもうすごい人気のある女の子で超可愛くて、でそのちょうどバレンタインが近かったんで、そのみんなで一斉に告白しようっつって、逆にチョコくださいって言って告白しようで、で2月の14日にみんなで一斉に行ったんですよ、そしたらみんなで一斉に10人以上バーって並んで、なんか振りして付き合ってくださいみたいなね、こうやっていいとも言えないし、そこに目の前がいて、それでまあ告白したんですけど、僕がダメだったんです、ダメだった、怖いって書いてあるじゃん、怖い怖いですけど、怖いですけど、みんなで俺はダメだったんです、でそのまあそのオッケーだった男の子がいたんですよ、その集団で、集団の中に一人だけいたんですけど、子供って残酷すごいよ、でまあすごいですね、本当に大人だったらさ全員断っちゃうじゃない、ね、なんか傷つかないのに、子供はやっちゃうんだね、選んじゃうんだね、わ、ね、はい、怖え、なんかどうなったのそれで、じゃそれでその、もう悔しかったから、その女の子になんで僕じゃダメなのって聞いたんですよ、おおいいね、ちょっと積極的、あれ肉食、いや、まあ肉食です、あー、積極的、山はね、案外こう見えてね、あ、そう、あ、肉食なんだ、ガツガツ行くと、そしたら、なんて答えたかっつったら、浜尾くんはつまんないからって言ったら、その年で面白さを求めるかっていう、悔しい、まさかですよね、そう、いろいろ、そうだ、今でも顔ちっちゃいけどさ、子供の時の写真とかいたら超可愛いだろうね、いやだいぶ顔変わりましたからね、顔変わった、はい、え、どういうこと、どういうこと、そのなんか成長していくにつれて、その昔の写真とか結構見るんですけど、全然顔違うんですよね、坊主だったりするわけ、いや、髪が、あ、小学生の頃はもう超短髪でした、前髪がこのくらい、へぇ、スポーツ狩りとか、スポーツ狩りを下ろしたバージョンみたいな、へぇ、見たいね、その写真、何スポーツとかやってたの、やってました、何やってたの、柔道3年と柔道、しかも優勝とかしてたんですよ、すごい、すごいじゃん、そう、その細さで、そうなんです、なんか意外ですね、あれ油断してたら飛ばされる感じ、俺飛ばされますかね、飛ばされるよ、飛ばされるよ、今そう、柔道3年とあと野球3年とあとテニス6年やってました、でもなんかテニスはなんか結構なんか大会とか出てたもんね、俺もなんか、なんかで読んだ、言ってた言ってた、へぇ、すごいな、じゃあ2人とも本当にあれだね、スポーツ的な感じだね、アクロバットだしね、話聞いてる、そうですね、でも真央はなんか前回のピースメーカーの時も盾とかもすごい綺麗だし、初めてだったんですけど、そうなんです、やっぱ運動神経がいいんだね、いやー、本当ですか、で、せいや君は、俺は恋バナ、恋バナ、告白、告白、告白よ、小5の時に、お、起きた、一緒に、なんだろう、好きな子をちょっと言い合おうみたいになったんですよ、おー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 、言われた子が、言った子が俺は好きだったんですよ、うわ、そうなんだ、そういう女の子と好きな子を言い合おうって話、なんか切ない、はい、そう、それで、それでなんか今でもすげえ覚えてるんですけど、下駄箱のとこで、なんかずっと言われてた、1週間ぐらいずっと言われてて、で俺はやっぱ言いたくなかったんですよ、もはや告白になっちゃうから、そうだよね、だから、じゃあもう言うよ、お前だよっつって、うわかっこいい、かっこいいよ、それちょっと、ちょっと、俺かわいいキャラだと思ってたから、ちょっとかっこいいよ、ちょっと、それやって、えちょっと、ゆうださん見ました、ちょっと、奥さん聞きました、聞きました、お前だよ、お前だよ、ちょっとちょっとこれねえ、はい、あ、前回のさ、カエちゃんが惚れましたに、ね、ちょっと続くのが胸キュンですね、今日の名言ですね、そんなありましたね、へぇ、いいね、その後はそう、ちょっとお前だよの後だよ、お前の後、残念なのが、俺、転校しちゃったんですよ、もうその小学校、それでもう終わっちゃいましたね、自然じゃない、お手紙、お手紙、お手紙とかやんなかったですね、え、でもさ、携帯も持ってないんで、いや、そのお前だよって言った後に相手はどういう反応だったの、はい、なんかちょっと照れてたんですけど、わあ、いいね、いいよいいよ、でもなんかその時はちょっとなんか気になる子が別にいたらしくて、あ、ちゃんとは見られなかったんですけど、その後やっぱちょっとは学校一緒だったんで、まあ、結構そこではやっぱもっとちょっと距離は縮まった、いや、そうだったお前だよって言われたらさ、気にするじゃんね、意識しちゃうんですよね、ちょっとね、そんなありました、あ、そう、はい、いや、いいですね、ちょっとどうしようってなりますね、告白されたこととかは、
告白されたことはあるでしょ、二人はね。ありますね。その話を言いなさいよ、もう。言う、言っちゃいなさいよ。なんか、いや、バレンタインは、うん、正直全然学生の頃モテてなかったんですよ。本当に？で、そのモテモテの男の子は絶対バレンタイン当日の日にビニール袋持ってくんですよ。で、帰りにもう満杯になってるんですよ。ゴミ袋的な感じ。もうもらえるってこと？持ってるんですよ、パンパン。サンタさんみたいな。そう。で、僕はもらう側だったんですよ、その余った1個。余った1個、お前全部、お前全部食えないからお前1個やれよっていう、うん、そう、全然もらえない。ほんとアニメの世界だね。告白されたこととかないの？バレンタイン告白が1回やりましたね、人生で。あれはでもなんかびっくりしましたけど、最初になんか普通に友チョコでくれたんですよ、学校では。そしたら後々なんかちょっと渡したいからみたいなって言われて、後々その子となんか会って、ちょっと告白されて、ずっと本チョコもらいましたね。で、どうしたの？で、僕はその、やっぱその子はやっぱ友達だったんで、全然付き合わなかったですね。なんてことだったの？いや、なんか、いやちょっと、なんだろう、傷つけたくないし、だから、一緒になんだろう、こう適当に付き合うの良くないから、そうだね。だから、今ちょっとごめんねって言って、これからも実は友達でよろしくって感じ。なんか急にディープな話になっちゃったんだけど、ね、ちょっといきなり、ね、簡単な質問もね、はいはいはい、答えていただこうと思います。はい、じゃあさっき、ね、そうですね、はい、10問10答用意しておりますので、はい、ぜひ。で、かねちゃんもね、気になるワードがあったら、ぜひ拾ってください。はい、突っ込んでください。はい、はい、それではせいやさんから10問10答答えていただきたいと思います。はい、はい、いきます。自分の部屋は整理整頓されている方ですか？はい、結構散らかってるのが嫌なんで、床とかは結構クリーンにしてますね。床とか、はい。じゃあその自分の部屋で一番癒される場所は？あ、ベッドの上のちょっと端っこの部分があるんですけど、そこでパソコンいじってるんですよね。小さい頃ハマっていた漫画またはアニメは？あ、アニメがなんか遊戯王やってたんですけど、ちっちゃい頃それをアニメとカードゲームハマってましたね。ペットにするなら犬派猫派？あ、もう断然犬派です。一番最近一緒に食事をしたキャストはその時食べたものは？一番最近、はい、あ、最近はテニメの広瀬大輔君と、うん、ご飯食べてきましたね、うん、はい。小学生の頃得意だった科目は？はもう体育です。体育だよね。コンビニでよく買うものは？あ、グミいっぱい買います。グミ、はい、グミ欲しいもん。そうだな。今一番もらって嬉しいものは？まあそう、今もらってですか、うん、はい、もらって嬉しいもの、現金金金金なんか今音楽関係のものみたいな、まず音楽関係、音楽関係、なんかヘッドホンとかイヤホンとか。あーはーはーはー、チッチッチって終わっちゃったし。今一番会ってみたい人は？あ、ちっちゃい頃に、うん、すっごいいっぱい遊んでた友達がいるんですけど、うん、もう5年くらい会ってないんで。それ転校してってこと？そういうわけじゃなくて？あ、そうですね、ほんと転校してなんで会いたいですね、男友達なんですけど、うん、その人に会った時のリアクションをカメラに向かってどうぞ。おーい、久しぶりー。かわいい、かわいいね。ありがとうございます。ありがとうございます。綺麗好きなんだね。そうですね、結構床になんか物があるのが嫌なんだ。結構嫌ですね。床があれなの？そうですね、だからちょっとベッドとかはそこまであんま直してないんですけど。え、実家暮らし？はい、実家暮らしです。あ、なんかでも自分で掃除したりとかするの？あ、します、します。コロコロとかで。コロコロね、はい。あとベッドの上の端って何？なんか壁際ってこと？そうです、なんかパソコンがベッドの横に置いてあって、そこになんかちょうどハマる場所があるんですよね。へ、それで枕とあって、そこでパソコンいじるのが。結構パソコンいじったりネット見るの好きなの？あ、結構好きですね。何見るの？でも本当にもうアクロバットばっかり見てるんですよ。なんかパソコンで見ると、チャンネル登録とかするとなんかその好きな人のやつを見れるんで、それ毎日チェックできるんで。ほう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 。あとは犬派？あ、犬派ですね。もう飼ってたりしたの？飼ってないんですよね。あ、そうなの。犬とか大好きで、はい、家が飼っちゃダメなとこなんで、だからやっぱすっごい飼いたい。憧れもあるんだろうね、はい。何犬がいいとかあるの？なんかミニチュアピンシャーって。え、どんな？なんかピンシャーってなんかドーベルマンのなんかちっちゃいやつみたいな、足がちっちゃくてなんかでもシュッとした顔のやつなんですよ。ちょっと凛々しい感じ。凛々しい感じ。
で最近食事したキャストは広瀬くん、はい、広瀬くんってテニミューの、はい、のなな何の子だっけ、木更津ですね、木更津の子か、はい、あそう言ってたよね、はい、あのねルドルフも出てた子、あそうですルドルフやったんで、あそうかそうかそうか、食事しましたね、何食べたの、その時はなんだっけな、お肉食べ行きましたね、すごい安い、うん、お手頃の、いやいやね、なんか質よか量みたいな、いやわかるわかる、食べ盛りだもん、ね、仲の良かった友達、あはい、いつの頃の友達、幼稚園から、あ長いんだ、はい、でなんか本当物心つく前ぐらいからずっと一緒にいて、なんか山とかがあったんで、そいつと二人でいつも山登って、川で遊んでとか、ずっと二人で遊んでたんですよ、その子今どこにいるの、今連絡は取れるの、連絡は取れます一応、全然取ってないですよね、ぜひ会っていただきたい、俺もいるもんな、会いたい人とか、俺も結構転勤族だったんで、いろんなところに友達いて、やっぱその携帯とかない時代だし、本当どっちかというと手紙でやり取りする、でもほら向こうが会いたいかどうか、携帯がない時代、お前それはお前ひどい気がした、では続いてあの浜岡にも質問していきたいと思います、はい、始まり、はい、はい、自分の部屋は整理整頓されている方ですか、されている方です、うん、自分の部屋で一番癒される場所はベッド周りですね、一緒だね、小さい頃ハマっていた漫画またはアニメはゲゲゲの鬼太郎ですね、あ鬼太郎ね、意外、ペットにするなら犬派猫派、ガゼン猫派ですね、お分かれたね、一番最近一緒に食事したキャストは、その時食べたものは、テニミューで一緒だった小野健人くんでハンバーガーを食べました、あファーストフード、はい、はい、小学生の頃得意だった科目は国語ですね、はい、これまた意外だ ね意外ですか、うん、コンビニでよく買うものはコーラと生姜ですね、生姜、コーラと生姜、コーラと生姜、生姜って何だよ、生姜って何だよ、後で聞くからもらって嬉しいものはもらって嬉しいものは、美白パック、現金だよ、現金だよ、パック、美白パック、何何美白パック、美白パック、美白パックね、美白、そんな可愛らしい、綺麗だもんね、もうね、ぜひ韓国コスメとかね、推しですね、今一番会ってみたい人は、まあこれも似てるんですけど、うん、あの前お世話になった担任の先生、おお、うん、あいいよいいよ、はい、じゃあその人に会った時のリアクションをカメラに向かってどうぞ、はい、いや先生あの無事に20歳になりました、仕事頑張ってます、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ガイアが多いですからね、あとでもいっぱい聞こうと思ってますよね、浜尾くんも綺麗好きということで、はい、そうですね、うん、俺も汚いのが結構嫌いなので、なん血液型何、 B 型です、そうですか、スイヤは俺も B 型です、あら一緒、はい、俺も B、 あ、一緒ですね、俺 B だよ、あれカネちゃんは、俺 A ですよ本当に？俺案外こう見えてあの、めっちゃ大雑把じゃない？いや俺はこう見えても案外ちょっと几帳面で精神的にも弱いし、案外あの終わった後反省するタイプ。じゃああれダメな A ってこと？いや。ダメな。それでです。ゲゲゲの妖怪が好きなの？いや違うんですよ。あの僕が小学生の頃に。日曜日よく漫画やってるじゃないですか、アニメを、ね、で、ね、その戦隊ものとか、うんうん、まあ、その前にですね、朝の7時に絶対鬼太郎がやってるんですよ、それが楽しみでしょうがなくて、いろんな台があるからね、ゲゲゲの鬼太郎もね、声優さん変わってね、そうです、朝の6時から起きてました、俺先週だってゲゲゲの鬼太郎って言われてた、なんかどういうこと、なんか髪型、あ髪型でしょ、衣装、衣装と、あ違う、なんか髪型立てなかった、そう、それですかね、容器じゃない、誰かいたんだよ、なんか妖怪が、うん、ゲゲゲの鬼太郎って書かれてた、はい、あとペットにするのは猫派、はい、飼ってたりするんだよね、今飼ってます、なんていう名前なの、ロクっていう猫、ロクちゃん、はい、ロク、オス、オスです、浜尾くん家は今実家、実家です、あ実家で猫飼ってるんだ、はい、そうなんです、1匹だけ、1匹だけです、みんなね多分、はい、浜尾くんのファンの方はねしてるんだろうな、何ていうあれなの、
種類なの？雑種ですね。あ、そうなんです。6です。6です。知ったかしてるから。あと、コンビニ生姜。よく、その舞台とかで、その声とか乾燥して、そのちょっと、やられてる時にですね、よくコーラ生姜っていうのを作るんですけど、コーラ生姜、うん、俺初めて聞く、はい、そのすごい喉にいいんですけど、コーラを鍋にこう煮詰めて、コーラを煮詰める、そうなんです、炭酸を抜いて、うん、その中に栄養価高いからね、そうなんです、市販のチューブの生姜あるじゃないですか、うんうん、それをもう適量入れて、あ、びっくりした、生姜丸ごと買ってかじりつくのかと思ってそれもありですけど、それも最近だってチューブ半分ぐらい入れるもん、ミルクに、あ、本当ですか、ガーって入れてホットミルクにして、それがいいんですよ、うん、やっぱね、生姜っていいですね、生姜ってさ、確か漢方とかにもさ、はい、大体8割9割入ってんだよね、確かね、あ、そうなんですか、それくらい体にいいって聞いたことあるんだよね、嘘だったらごめんなさいそれくらいいいはず、はい、体にはね、ね、あと会ってみたい人、はいはい、担任の女性男性です、男性、いつ決めるんだ、絶対なんかで、なんか憧れの女性的な、初恋のなんかね、保健室の先生みたいな、ね、そういう感じかなと思ったら、ね、すいません、いつの担任の先生、これは高校ですね、国語の先生、はい、いや、あ、国語の先生です、それ古典の先生で、だってこれは得意科目国語だもん、ね、そうなんです、僕好きな先生のさ、科目ってさ、良くなるよね、あ、確かになんかちゃんとこうやって聞いちゃうかもしれないですね、ねえ、そうだね、そのアピールなんですか、ビーズのさ、稲葉さんとかも数学の免許持ってるじゃない、ね、稲葉さんとかね、あの先生だったね、あ、みんなですか、みんなあれだよね、数学得意になれたかもしれない、ねえ、本当に、はい、何かね、じゃ最後にかねちゃんからお二人に何か質問とかありますか、ちょっと待って、もうね、もうそう、時間がね、もうほら、もう半に近づいちゃって、ね、もうカウントダウンチームうるさいから、そうそう、解き放たないといけないです、じゃあ、憧れの女性の芸能人とか誰ですか、あ、女性限定の、女性の芸能人、これイコールタイプが大体分かるってことですね、はいはい、わー、いいですね、はい、せ僕は、まあ堀北真希さんとか、あ、堀北真希かわいいね、うるさいよ、ありますけど、ねえ、わかる、どういうところが、どういうところが、なんだろう、なんだろう、どういうとこって言って、なんかやっぱりすごい可愛いし、うん、あとは、なんだろう、髪短い時あったじゃないですか、うんうんうん、その時もすごい、ね、はい、髪短い方がタイプなの、あ、でも長い方も好きなんですよ、うん、なんか長いのと短いのの方がいいんですよ、なんかあんま中途半端が好きじゃなくて、セミロングだったね、はい、まあ、セミロングの方は一気にハサミを切るかもしれない、打ち出してさっきね完全に、はい、じゃあ浜尾くんは、僕は蒼井優さんが好きですね、蒼井優さん、どんなところは、なんかいろんな作品とか見てても、うん、すごい自然っていうかナチュラル、そうだよね、なんか、うん、感情の出し方が、うん、そのナチュラルな人が結構好きで、うん、そのいろんな作品とか見ててもすごい、うん、嬉しかったらすごいいい笑顔するし、うん、そういう人がいいなっていう、じゃあ本当にその役者と役者目線で好きなんだね、もう、はい、そうですね、せいや君は、ね、好み的に好きだよね、そうですね、いやいやそれはいいよ、まあ、いいよ、素直がいいと思います、はい、はい、というわけですね、皆さんお送りしてきましたけども、ね、もうあっという間でしたね、もう終わりですか、もう終わりです、もう前半飛ばしてきましたでもね、まだピースメーカー先だもんね、はい、4月なので、はい、まだまだ、はい、毎週、まあ、だいたい毎週ぐらいやってるので、はい、またぜひねほりはほり、はい、お願いします、来てくださいませ、はい、というわけでさっき告知の方お願いします、はい、告知です、パーン、ピースメーカーが帰ってくる、おおお、はい、昨年6月に好評のうちに幕を閉じたピースメーカー新選組参上が2012年4月15日から22日までシアタージロッソにて再演します、はい、キャストも大幅に変わり、はい、新たな新選組もピースメーカーが幕を開けます、はい、主人公の市村哲之助とその兄市村辰之助を演じるのはミュージカルテニスの王子様で人気を博したせいやさんと伊勢大樹さん、はい、そして土方歳三、沖田総司は前回同様金崎健太郎さん、浜尾京介さんです。新キャストとして伊崎雄介さん、はいはい、水谷桃介さん、椎名太蔵さんに AKB48 の中川遥さんを迎えます、はい、チケット価格は前売り
6800円、当日7300円、明日24日から一般発売開始です。明日ですね、はい、そしてですね、うん、なんと、うん、新選組もピースメーカーもニコニコ動画でネット配信が決定しました。はい、詳細につきましては後日ホームページで随時発表させていただきます。舞台で体感し、ネットで日本中がつながれる新しい舞台の形で新選組もピースメーカーをお楽しみください。はい、はい、お願いします。お楽しみくださいませ。はい、はい、他に告知ある方、せいやくんからお願いしようかな。はい、はい、僕の今、はい、ライブトークとかがまた大阪でやって、はい、あとは、あと今出てますね、舞台が、はい、神様の観覧車が2012年6月6日から6月17日で、あ、俺誕生日まで、まさも、はい、青山円形劇場で、はい、やるので、あれ、伊崎さんも出てるね、よく言われる、伊崎さんと、伊崎さんも、演出家さんなんですけど、嘘一緒にやるんですよね。絶対した演出、Kさんだ。はい、で、あのね、福田天球さんっていうのもね、すごいから。ですか。いや、本当にもうこれはもうやっぱたくさんすごい人ばっかなんで、はい、すごい、はい、ぜひお願いします。お願いします。はい、じゃあ続いて、はい、はい、真央ちゃんお願いします。はい、そうですね、出るかな、はい、出ましたね、出ましたね。ピースメーカーの後にですね、5月に、ウォーキング、あ、ワーキング、はい、ワーキング、はいはい、ワーキング、ワーキング、すみません、はい、ワーキングという、僕座長なんですけど、あ、はい、これあの、うん、ファミレスのアニメだよね。そうです、あ、俺見てた、主人公の高梨颯太という、役を演じます。そう、はい、そうちゃんやるんだ。はい、そうなんです。こちらも、頑張りますんで、ぜひ見に来てください。面白いね、これも伊勢さんなんだね。そうなんです、これも伊勢さんです。あ、伊勢さん、はい、あらま、絶対に、はい、楽しいとかいろいろ、あ、これ行く行く行く、はい、そう、気になったんだよね、アニメでなんか舞台化するって書いてあったよ。はい、そして、DVD、微笑みのアジアという、これもまた DVD が後ほど、発売されるので、うん、こちらも楽しみにしていただけたら。ベトナム編なんだね。はい、この前ベトナムに行ってきまして。この間なの。はい、それが DVD 化されるという。ゾウに乗った。あ、ゾウには乗ってない。あ、ゾウには乗ってない。残念ながら。でもまあ、たくさんの、はい、ユーザーの皆さん楽しんでいただけたでしょうか、ね、前半いきなり飛ばしてね、いきなり恋バナ、はいはい、ちらほらありましたけど、いいじゃないですか。他で話したことあった？ないですね。あ、よかったですね。なんかそういう話も、ね、聞けてよかったんではないでしょうか。はい、というわけで舞台新選組イモンピースメーカーからせいやさん、浜尾京介さんにお越しいただきました。ありがとうございました。 CM の後はとうとうね、さっきはヤジが飛んでますけども、ファンタレラに出演の郷本直也さん、そして小野田龍之介さんにお話を伺っていこうと思います。はいはい、では一旦 CM でーす。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。